水国境の諸侯サボイア家の公女で、ミラノ公、ガレアッツォマリアスフォルツァの2番目の妻。1476年から1480年に、かけ、未成年の息子の摂政を務めた。サボイア公、ルドビーコとその妻で、キプロス王ジャニュの娘であるアンヌド・リュジニャンの間の15番目の子供として生まれた。姉の一人シャルロットは、フランス王ルイ11世の王妃である。最初、 イングランドをエドワード4世と婚約したが、エドワード4世とエリザベスウッドビルの秘密結婚が露見すると破談になった。1468年5月9日、ミラノ公ガレアッツオ・マリアと結婚する。この縁組は、義兄のフランスを売るい11世とスフォールツケの同盟関係を強固にするために行われた政略結婚である。1476年に、 夫が暗殺されると、7歳の息子、ジャンガレアッツォが公爵家の当主となったが、幼少のため母であるボナが摂政として国務を取った。しかし、国政の運営をめぐっては、ボナと暴富の弟、ルドビーコ・イルモーロの間で、すぐに敵対関係が生まれた。最初、ボナは主席顧問官のチッコ・シモネッタと協力して、イルモーロをミラノから追放することに成功する。 しかし、イルモーロは、主席顧問官シモネッタと、ボナの若い愛人、アントーニオ・タッシーノの間の確執を利用して、ミラノでの地位を回復した。シモネッタは失脚、処刑され、1479年からは、イルモーロが、ミラノの国政を事実上取り仕切るようになる。翌1480年には、イルモーロが、名実ともに、ミラノの摂政となり、ボナは両外に追放された。 ボナは1490年頃、御用絵師序盤ピエトロビラーゴに依頼して、スフォルルザの自童書を作らせている。ありがとうございます。